知っていますか？あなたの後ろにいる子はあなたが好きと言っているのですよ。私は植物の嘘偽りない言葉を聞くことができます。また今度植物たちのこともっと教えてあげますね。前に深夜の光なき森で出会った。本当ですか？全然気づきませんでした。夜でしたらミントの開花を待っていたのかもしれません。花を咲かせるということにはとてつもない苦労が伴います。その瞬間を誰かに見てもらえたら植物もきっと喜んでくれると思いますよ。もちろん植物以外の話だってできます。私だって四六時中温室にいるわけじゃないですし。あ、森牛の鍋は好きですか？鍋はいいですよね。入れるキノコの種類によって味が。何ですか？キノコは植物じゃないです。セーフです。暇でしたら一緒に出かけませんか？目的もなくフラフラと歩いてみれば世界の見方も変わるかもしれませんね。どうですか？私たちなんだかタンポポの種みたいですね。風に飛ばされ雨に打たれ泥に埋もれ、それでもいつか訪れる芽生えを信じる。漂白者さん、どんな時でも希望を失わないでください。それが命の意味ですから。暇な時はよく一人で散歩をします。町内の建物はまだ見慣れていないので新鮮ですし、時にはレンガの隙間で小さな花を見つけられたりもします。街行く方々の笑顔もとても素敵です。こういうのを見てるとなんだか人の営みを体感できますしね。デバイスの機能で生成した植物の写真を使って新種を見つけたとかいうデマを流す人がたくさんいます。新しいものを見たい気持ちはわかりますが、誤解を招くようなことは良くないです。科学に嘘は許されません。一体どうすればこの悪行を止められるのでしょうか。牛乳を飲めば体が育つと母さんが言ってました。植物に養分が必要なのと同じですね。量が多くて脂っこい食べ物は苦手です。ステーキとか。味の問題というわけではなく、私小食なので苦手なものでも食べ残しは良くないです。均衡は植物の世界において一番大事で難しいものです。怖い残像を牽制できる植物がいたら兵士の方々も少しは楽できるでしょうか。この探検ノートには植物以外のことも記録してありますよ。例えば半生をかけて花が咲くのを待つおばあさん、ある草の写真を撮るために奮闘する冒険家、いろんな物語がまるでツタのように絡み合い、そして綺麗な花を咲かせます。だから私、この人たちのことずっと覚えていたいんです。かつては美しい花を咲かせるために尽くしました。綺麗な花は当然愛され守られると思っていたからです。でも実際には花を摘む人も花をただの見せ物とする人もいます。それに気づいて父さん母さんの教えを守りながら
植物の命の価値を、共に生きていく未来を探すために努力すると決めました。この前、ヤイヤン姉さんが植物の育成についての話をたくさん聞いてくれました。それも何時間も。本当にそよ風のような心地のいい人ですね。一度だけ鹿姉さんのオージャラージャンを食べてみたのですが、あんなに辛い調味料は一体どんな植物から。考えるだけで恐ろしい。薬師さん、製粉相当似ている気がします。人を寄せ付けないような見た目をしていますが、冷たい環境でも花を咲かせる植物ですよ。それと同じで、きっと白石さんも温かい心の持ち主なのでしょう。モルトフィーさんは真面目すぎます。夜は普通眠る時間なのに、私が植物観察に行くと、彼の研究所にはいつも明かりがついているんですよ。アンコちゃんはいつも変わった問題を出してくるから、頑張って答えを見つけ出さないとですね。え？なぜちゃん付けなのかですか？私たちおままごと中なので。データ収集の時、一度だけ会ったことがあります。怖い人かと思ったのですが、花の種をたくさんくれました。それも希少な種ばかり。なんだかすごい人ですよね。このキラバナをあげます。花言葉は奇跡と希望。お誕生日おめでとう。私実はこういうことに詳しくなくて、とにかくこれからもよろしくお願いしますね。どれどれ。うん、今日もちゃんと成長してますね。ふう、サンプル状態良好っと。順調ですね。聞こえますか？し、芽吹きの音です。私はベリーナと言います。面白い植物を見つけましたら教えてくれると嬉しいです。え、調査チームに同行してほしい？もちろんです。ありがとうございます。でも野外は危険ですからね。私についてきてください。この花をあげます。はい、笑って。野外調査ですか？わかりました。新発見があるといいですね。一緒に散歩しますか？芽生え、それは命の始まりです。本当の奇跡はこれからですよ。成長、呼吸すらもなんだか気持ちよくなりますね。開花、うん、少し緊張しましたけど立派に咲いてよかったです。見て、小さな実ができました。でも奇跡はまだ終わりません。命とは一体何か、時々そんなことを考えちゃうんです。地面に根付く木、空を羽ばたく鳥、他にも命にはいろんな形があって、でもあなたと一緒にいればその答えも見つかるような気がします。いつかきっと教えてあげますね。大きくなあれ。気をつけましょうね。フォトンシンセシス。植物だって
生きてるんです。痛いの？飛んでけ。日向ぼっこの時間ですよ。大丈夫。冷静に。行けますか？守らなきゃ。私は平気です。休眠に入ります。これも自然の摂理です。少し休めば。進化をお見せします。バイオミメティクス。花よ、任せてください。タンポポみたい。やっ、予想外の収穫です。いきますよ。はあ、新発見です。お花はありましたか？自然の贈り物ですね。大事にしましょう。